9時45分になりました。北浜の指宿の時間になってきました。ゲストを迎えしています。内藤証券投資調査部シニアアナリスト北原直美さんにおいでいただきました。北原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先ほどは 32,953円まで強いですね。ねえ、はい、32,000円がもうちょっともう少し、ね、先に見えてきました。はい、おしめ待ちに おしめなし本当に強い相場なんですね。でも、まあ、そうなるのもやっぱり日本の株式市場が中長期 その上昇を期待できるような地合いになってきたからというのが背景にあると思います。はい、でその背景にある項目が、まあ、いくつかあるんですけれども、資料で、ね、ちょっとお示ししたのでご覧いただきましょうか。中長期で株価上昇が期待できる、はい、そんなような地合いになってきたということですか。はい、そうなんですよね。で、まあ、ここにこういくつかお載せしましたけれども、はい、まあ、例えば5番で言うと、まあ、為替の動向とか安全保障の問題なんかもあると思うんですけど、もともと日本って技術力があってものづくり力がありました。だけれども、はい、やっぱりこう成長力が乏しくて海外の投資家からすると、うん、やっぱり株式相場として日本株をというのはちょっと魅力には欠けていたというのがあるんですけれども、うんうん、やっぱりその、ま、サプライチェーンの問題、安全保障の問題、それから欧米の、ね、半導体企業の呼び込み、こういった政策なんかが、ね、こう動き始めましたから、やっぱり今までとは違う日本の株式市場、日本への投資の拡大、うんうん、そういったところが中長期の株価上昇のを期待できる待ち合いにつながっていると、こんなふうに考えられます。その日本の持っている企業の底力みたいなものを、はい、あるいは実力みたいなものを改めて見直すような動きが出てきているというところなんですね。そうなんですよね。はい、まあ、そんなような大きな背景の中での株価上昇というところなんですけれども、まあ、今回はですね、どんな切り口で銘柄を見ていかれてますか。はいはい、これから訪日客、そのビジネスを目的とした訪日客が増えるとなると、やっぱりこの日本がもともと掲げている訪日客拡大のための、政策 そのベースがすごくこう消費の金額が大きくなってきますから、はい、そういったところをお話ししたいと思います。はいはい、政府の掲げているこの25年度までの政策を見ますと、旅行消費額、それから訪日外国人旅行者数、はい、いずれも2019年の過去最高だった時を上回る目標を具体的に立ててきました。はい、で、そのためにはやっぱりこのビジネス客の消費というのが欠かせないわけなんですよね。うんうんうん、で、消費を促すために政府はどういった計画を立てたかというと、ビジネス、それから教育、うん、それから文化スポーツなど3領域に分けて80の施策を打ち出してきました。でそのうちの半分がビジネス領域なんですよね。はい、でやっぱりこうビジネス客って消費の金額が大きいのと滞在日数も長いので、はい、やっぱり、はいはい、消費の拡大に期待できる顧客層であるということで、富裕層も含めてですね、そういった領域を政府は強化しようとしています。でビジネス目的での旅行消費額も、25年度までに、まあ、2019年のおよそ 2倍、ごめんなさい、20%、引き上げる、まあ、方策を立てています。はいはい、でやっぱりこうなってくると、はい、どういう業種が恩恵を受けるということになりますかね。はい、やっぱり、まずは百貨店ですよね。あ、はい、欧米からのこう投資をやっぱり呼び込むとなると、欧米の方っていうのはやっぱりこう百貨店で高額品など、消費する、まあ、傾向がありますので、うん、まあ、そういったことも期待されて百貨店の株価っていうのは堅調ですよね。はいはい、月次を見てもしっかりです。でこちらに阪神梅田本店グランドオープン昨年の4月にありましたけれども、その反動で月次が今期は前年超えのハードルが高くなると想定される中でも、今のところ前年同月を上回る100を超えて推移しているということで、しっかりした需要なんですよね。前年比があそこのちょうど高いところにつながってるわけですよね。そうなんですよ。はい、そのハードルを4月も前年並みですけど、まあ
しっかりしているというところ で、ええ、でまあ、高島屋の場合は5月の免税売上高前年同月比 188% と 88%、はい、しっかりした動きが続いています。でこういった傾向が今後も中長期的な、あの動きとして、まあ、続いていくのではないか、うん、こんなふうに、政府の政策と合わせると考えられますね、うん、はい。その他の 業種業態ではどうですかね、はいはい、そうするとやっぱりあのホテルというのが、あのホテル注目される業態の一つになると思います。はい、あの鉄道会社が運営しているホテルの平均客室販売室量なんですけれども、うん、まあ、あの右肩上がりの傾向が示されています。やっぱりその、訪日客に加えて国内の観光需要、さらにあの ビジネス出張、こういったのもあのだいぶ回復してきましたから、はい、あのいろんな需要がこう拡大して ADR もまあ上昇傾向を示しているというのが挙げられます。でこの、グレーで示した例えばあのセーブホールディングスなんですけど、4月の ADR は2万円に乗っけてきました。はい、で、まあ、今期も前期よりもさらにこう高い ADR の目標を会社は示しているわけなんですね。でその方策としてはやっぱりあの欧米からの顧客の取り込みを強化したいというふうに会社はコメントしています。やっぱり、うん、あの地域的にあの遠いところからこう来日するので、宿泊日数もおのずとこう長くなるので、はい、あの宿泊にこう支払うまあ金額も近隣のまあ地域の方よりもまあ高くなるということで、そういった需要の取り込みにまあホテルは強化をしているといった動きがありますね。はい、一番上が西部で、その下が東急 で、東急です。東急が随分上がってきてますね。そうなんですよ、ね、はい、でこの月次のブルー、紫色か、ブルーです ね、 ですね、はい、まあ、の高級ホテルと言われているところの、まあ、ADR を示していますね。はい、JR 東も、まあ、ADR は、まあ、しっかりしているということで、はいはい、こういった傾向が見られています。はい、この先ももちろんさらなる拡大が期待できるということでしょうね。はい、これね、はい、さようでございます。その中でも特にそのビジネス領域ですね、ええ、での、まあ、訪日客需要の、まあ、拡大によって、うんうん、日本のその観光立国推進のこの目標がこう達成されていくというような、うんうん、まあ、流れになるだろうというふうに考えられます。はい、その投資拡大の機会を捉えたビジネス交流となりますと、うんうん、やっぱり、来日した時にやっぱりこう交流ができるこう宴会場などの施設があって、さらにこのビジネス の、 この上層部の方がこう来日しても、ホスピタリティの高いサービスをこう対応できるようなホテルとなりますと、やっぱりこうホテルといっても限られてきちゃうと思うんですよね。はい、ですね、まあ、例えば5つ星をもらえるようなこうホテルだとか、まあ、比較的高価格帯のホテルというのが、こういった訪日客ビジネスの、ね、訪日客の恩恵を受けやすいのではないか、そうですね、はい、こんなふうに考えています。国際会議っていうのも、はい、あのやっぱりコロナのなんていうんですか、リオープンが始まらないとそのイベント自体が企画できなかったんですよね。そうですよね。ですからこれから活発化するということですよ、はい、きっとね、はい、政府の方もそういった、企画をこう作ったり、さらにこう誘致したりとか、はい、まあ、ある意味こう政策テーマ、政策銘柄、はい、そういったことにつながってくるんではないかな、こんなふうに、はい、思います。具体的に銘柄を挙げていただきましょうかね。はい、ではあのその高価格帯のホテルの例として、今日は、帝国ホテルをご紹介いたします。はい、まあ、あれですよね、日本 の、 あの、まあ、3本の指に入る、そうですね、はい、代表的な高級ホテル、ホテルですね、で、まあ、2040年には開業150周年を迎えるという、まあ、あの老舗の、はい、まあ、ホテルなんですけれどもね。であの直営は、まあ、東京大阪などありますけれども、なんと2026年には京都の祇園にも直営ホテルが開業される予定なんですよね。そうですか。はい、あの祇園 の、 あのこう小道を入っていくところにこう
野営会館という、あの昔ながらの建物があるんですけれども、その一部をこう保存して、まあ、活用してホテルとして活用して、まあ、海外からの、まああのまあ、ラグジュアリーなお客様をこう呼び込もうという、まあ、計画を立てています。はい、でまあ、提携ホテルでもね、まあ、あの星の多いホテルとも提携していますので、まあ、そういったまあ需要の呼び込みが期待されるということですね。はい、そうか、はい、ホテルはスタンダードなんですね。あ、そうなんですよ、スタンダードなんですよ。はい、でそれであのスタンダード市場の上場維持基準にこう一部、あの不適合なところがございます。はい、でそれが流通株式比率なんですけれども、会社は、ちゃんとそれをこう維持の基準にこう到達するために、まあ、あらゆる施策を講じて26年3月期には、株式流通株式比率、足元 9.1% なのを基準の 25% に、まあ、あの達成に向けて、まあ改善していきたいという方策を示しています。はい、まあ、これからというところですか ね、 ね、今ちょっとね、出来高とかもね、ちょっとこう少ないんですけど、流通株式比率がちょっと低いということですかね。はい、株価も見てみましょうか。はい、まあ、2000円のところでまあしっかりしていますね。はい、まあ、あの年初来の高値圏ですね。そうですね、はい、まあ、今期あの配当金もあの増配しますので、まあこれからあの投資がかさみますけれども、あの現預金などもしっかり持っているので、そのあたりはあのファイナンス的には問題はないかな、こんなふうに思います。はい、わかりました。これからの動きに期待ができ持てそうですね。はい、そうですね。はい、海外からのビジネス客の需要に、期待が持たれています帝国ホテルをご紹介いただきました。本日は内藤証券シニアアナリスト北原直美さんにおいでいただきました。北原さん、どうも強い相場の時においでいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。